ここがヴィラージュの言っていた気象を操る遺跡か。制御装置は、あの台座の上ですね。それじゃあ早速この人に装置を動かしてもらおうか。そうはいきませんよ。グローブか。ちょうどいいわ。ここで敵を撃たせてもらうわよ。私を甘く見ないでもらいましょう。それにあなたたちのためにとっておきの死体を見つけてきましたよ。私もなかなかの演出家でしょ。許せないわ、師匠。人の心をもてあそぶなんて。だけどこの状況で制御装置へ向かえば魔導技師が危険だよ。それじゃ私は一度下がりますから、タイミングを見て呼んでください。わかった。ここで皆さんの戦いぶりを見せてもらうとしましょうか。人形、あいつ、そうだ。まだ終わらないよ。正しい選択をしたわね。私があんたに与える最高の栄誉よ。全力で行け。遅い。はいよ。行きましょう。準備万端だ。では
よ。全部まとめて俺に任せろ。準備万端だ。まだまだ死体はありますよ。さあ死者どもよ、このグロブ様がもう一度命を与えてあげましょう。ミハーリ、クシゼキキ、ハグジソラム。あいつの頼みは聞ける？そうだ。まだ終わらないよ。正しい線行きましょう。全力で行け。僕も手伝うよ。私に考えがある。全軍出撃。準備万端だ。私の動きを見切れるか。
正しい選択をしたわね。怖がらないで。痛くないから。そうだ。まだ終わらないよ。はいよ。準備万端だ。さて、ここからは私の仕事だ。くそ、動かない。まあしょうがないさ。長い間放っておいたんだからね。原因はわかるのか？どこかで断線しているようだな。修理できるのか？しばらく待ってくれ。正しい選択をしたわね。人形、あいつの頼みを聞ける？死は、私があんたに与える最高の栄誉よ！はいよ！まとめて俺に任せろ。はいよ。僕も手伝うよ。準備万端だ。断線している場所が分かった。もう少し待ってくれ。正しい選択をしたわね。では、私があんたに与える最高の栄誉よ。全力で行け。僕、頑張るよ。はいよ。私に考えが。そうだ。
この配線だな。これなら取り替えた方が早いか。正しい選択をしたわね。全力で行け。準備万端だ。全軍出撃。私に考えがある。父上、僕が安らかに眠らせて差し上げます。父上、安らかにお眠りください。私の動きを見切れるかな。はいよ。全部まとめて俺に任せろ。久しぶりの再会なのです。お互い戦士同士、剣を交えて語り合ったらどうですか。辛いか、苦しいのか、バルクよ、今楽にしてやるからだ。友よ、安らかに眠れ。アルフレッド、行きます。よし、これでどうだ。設定を行います。天候を選択してください。天候は10度の曇り、セット。作用範囲を入力してください。範囲、イエルス全域、セット。有効期日を入力してください。今から連日、セット。エラー発生。残存エネルギーでは最大で68時間です。ならば68時間だ。設定完了。ウェザーコントロールを開始します。よし、動いたぞ。これですぐに雲が発生するはずだ。ありがとう。あなたはできるだけ早く戦場から離れてください。あとは君たちの力だけが頼りだ。頑張ってくれよ。こうなったら貴様たちを地獄に送ってやる。人形、あいつの頼みは聞ける？全力で行け。僕、頑張るよ。
きましょう。全力で行き、僕頑張るよ。はいよ。もう私の番？私に考えがある。そうだ。雨だわ。これだけの厚い雲だ。多少の雨は勘弁してくれ。テイリアから魔導エネルギーが降ってくるのに比べたら全然マシだよ。確かにそうだよね。人形、あいつの頼みは聞ける？私があんたに与える最高の栄誉よ。全力で行け。そうだ。効いてきた。はいよ。行きましょう。はいよ。遅い。はいよ。まず退却です。どうやら逃げ出したようだな。これで安心して気象制御装置を動かせるね。あとは魔族の拠点を攻撃しアルハザードを奪うだけだな。全軍前進。雑魚には構うな。指揮官が倒れればその部隊は戦闘力を失う。わかりました。魔族どもめが覚悟しろ。俺に力を貸してくれ。このまま押し潰せ。おお。なんだよお前たち、意外ないね。これっぽっちの敵に押されてるんじゃないよ。どうやらあれがこの部隊の司令官のようだな。このまま一気に叩き潰す。言ってくれるじゃないか。このフェラキアを甘く見るんじゃないよ。俺に力
を貸してくれ。だがこれで最後だ、フェラキア。まさか人間ごときにこの私が。フェラキア様が倒された。引け、退却だ。よし、このまま進むぞ。各隊の距離に注意しながら魔族の本拠地を目指す。おお、フェラキアのやつ、人間に殺されたか。所詮あの女も口だけだったな。まあボーゼルの言いなりになっているようでは、そこも知れるというものだが、ボーゼルなどはアルハザードに操られる体のいい操り人形。所詮はカオスがこの世界に復活するためのお膳立てをする役でしかない。うん、俺様はそんなつまらぬ存在になるつもりはないぞ。魔族の勝利になど興味はないからな。俺様の目的はボーゼルもカオスも超えた存在となり、この世を滑ることだ。そのためには目障りなカオスゲートの力をどうやって消すか。邪魔だ、どけ。魔族の異様にはさせん。思い上がるな、人間どもめが。損害の多い部隊は後ろに下がって治療しろ。他の部隊はその援護。わかりました。雲が出てきた。どうやら気象制御に成功したようね。今のうちに一気に接近するぞ。そのうち加工室軍も合流してくる。彼らに遅れを取るな。連邦軍人の意地を見せてやれ。おお、進撃。あいつらめ、ラングリッサーさえなければこの私が負けるはずなどないのです。ん、フェラキア。ラングリッサーも持たぬ相手に負けたのか。まったく、これだから自分の力の使い方も知らぬやつは困ります。うん、そうですね。私が本当の力の使い方を教えてあげましょうかね。